最近ねめちゃめちゃ腹減るんですよねお昼何食べようかなと思ってね水天宮の辺りをうろうろしとったんですよでずっと歩いていったら大衆食堂安兵衛っていうのができてて前ここあスそうだステーキっていうのがあったんですけどでて肉豆腐定食699円っていうのがあって で入ってみました。他のメニューもね、唐揚げ定食とかね、がっつり肉丼とかね、なかなか悩ましいメニューがたくさんあるんですけど、名物って書いてあるから、ちょっとこれ食べてみようかな。肉豆腐定食。まあ、他にもね、まあ、サバの塩焼きとか唐揚げとかあるんですけど。はい。早速来ました。肉豆腐定食。こんな感じです。なかなかあの、おかずもたくさんあって、美味しそうですよね。 で、今日は大盛りにしてみました。最近ね、めちゃめちゃ腹減るんですよね。腹減る割には、なんか太れへんし、なんか悪い病気ちゃうかなと思うんですけどね。怖いですね。この、さっき食べた金平ぴらごうもうまかったですけど、この白身魚のフライもね、美味しいですね。盛りすぎて、もうちょっとちゃん、安情も足れへんという、この、 これね、そのままでもうまいんですけどね、うん。で、肉豆腐に着手しました。美味しいですね、なかなか。<laughs> 味がね、ちょっと割と薄めなんですけど。んで、あのー、フライにソースかけて、マヨネーズもあったりですね、マヨネーズはなかったですね。調味料としてはマヨネーズはなかったです。かさっきからなんかもう、 このフライにばっかり注目してるんですけど、あの、肉豆腐も、あの、普通にうまいんで、もっと熱かったらもっといいんですけどね、ちょっと中は、まあ、熱くはない。まあ、冷たくはないんですけど、熱々ではないっていう感じですね。まあ、熱々にしとくと、干からびたらいろいろあって、あかんのでしょうね。でね、ほんま最近ね、もう腹減ってしゃあないですけど、もう,一昨日もう、おとついも もう米挟みすぎてね、なんちゃってスパムウニングで作ったんですけど、米挟みすぎてね、気持ち悪くなったしね、昨日もカレー食っても、なんかもう腹いっぱいすぎて気持ち悪いし。で、こういう店で困るのはね、目の前にこう酒のメニューが普通に置いてあるのはね、もうすごい困るんですよね。もうちょっとサワー昼から飲んだろうかとかいう、そういう気持ちになりますよね。酒飲む人はなんかそんなんちゃうかな。ね、ちょっと早送りなんですけど、ここで、 肉豆腐の汁と豆腐をご飯にちょっとかけて味を染みさせて食べようというね。味の染みたところを食べようというね。割と汁がね、そんな味が、この見ての通り、そんなに味は塩辛くないというか、味が濃くないんで、まあ、ちょうどええぐらいの感じなんですけど、この奥にあの白身魚のフライあるでしょ。だからあれも一緒に食べたいから、ご飯に味が染みすぎないようにしないといけないんで。 なかなか難しいとこです。はい、また早送り。これね、いや、なかなかほんま、で、あ、七味かけてね、七味かけてもなかなか美味しかったけど。これ、この店ね、調べたらね、チムニーっていうとこがやってて、まあ、あの、あっそうだステーキもあの、いきなりステーキに対抗して、チムニーが始めたけど、すぐやめたんですよね。 割となんかチームにいっていろんな業態試してるけど割、割となんか簡単にやめる感じで面白いですよね。でもだいぶ食い良かったんですけど、大食い悪く汁を飲んでかけらまらいで食べてうん、なかなか癒やしいですね,ね。最後、味噌汁です。いや、ほんまね、なかなか美味しかったですよ。他のメニューもちょっと食べてみたいなと思ってますけど。 ごちそうさまでした。で、大衆食堂安部水天宮前店。で、燃える駅は水天宮前と人形町です。営業は11時半から23時日曜営業です。今日食べたのは肉豆腐定食税込み768円でした。いやー、美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。